皆様こんにちは。ワールドセレクションの運用状況を3分でご案内いたします。まずは5月の振り返りです。安定コースはプラス 0.3%、 安定成長コースがプラス 0.8%、 成長コースがプラス 1.4%、 インカムコースがプラス 1.7% でした。全コースが上昇しましたね。市場の動向はどうでしたか？株式市場は上昇し、米国やイギリス、ドイツの主要指数は最高値を更新しました。米国と欧州で利下げ観測が再び高まったことや、企業の好決算が投資家心理の下支えとなりました。債券市場も米国の長期金利が低下したことから全般的に上昇しました。株式市場は再び上昇基調に戻りましたね。はい、米国ではインフレへの懸念が和らぎ、連邦準備理事会 FRB が利下げを始める時期が予想よりも早くなるとの期待が高まり、ダウ平均株価は5月17日終わり値で初めて4万ドルを超えました。また AI 需要の恩恵を受けた半導体大手の好決算も市場の後押しとなりました。市場は今後も経済の見通しが明るいと見ているのでしょうか？そうですね、足元で年後半の見通しにおいてやや楽観的な見方をしているようです。ただし米国の利下げのタイミングや大統領選挙など今後の市場動向を大きく左右する要因がいくつかあるため、運用においては慎重な資産配分が重要であると考えます。具体的に慎重な資産配分とはどのようなことでしょうか？はい、市場の不透明感に備えたより分散の効いた資産配分です。米国では現在の高い金利環境が続けば景気悪化に向かう恐れがあります。また政治イベントや金融財政政策次第では株式と債券が同じ方向に動く局面も見込まれることから、伝統的資産の株式と債券だけではなく多様な投資先を模索する必要があると考えています。なるほど、今後の経済動向が不透明だからこそ分散投資の重要性が増していくということですね。それでは今月のワンポイント、5月に日本の10年国債の利回りが11年ぶりに 1% を超えました。国内でも金利がつく時代にどのように資産運用を考えたらよいでしょうか？確かに日本国債や貯金といった気軽に保有できる円資産の利回りも少しずつ上がっていますね。しかしながら日本国内では国債や貯金金利よりも高い年 2% 上回るペースで物価が上昇しています。そこで円資産のみではなく株式や海外の高金利債券にも投資することで物価上昇に負けない利回りの獲得が期待できる資産運用が重要と考えます。株式や海外の資産を組み入れた資産運用は簡単ではないですよね。そうですね、そこでワールドセレクションをお勧めします。専門家がお客様に代わって世界の幅広い資産に分散投資し、適切にリスク管理も行うことで長期的な資産形成をサポートしていきます。今月もご視聴いただきありがとうございました。